じゃあ例えばよ、ちょっと問題考えるけど、7人いました。筑紫ヶ丘で演劇が文化祭であります。はい。で、この筑紫ヶ丘で演劇をするときにお客さんの席が7個、7つあります。1、2、3、4、5、6、7。ですね。これ何人だ見る？特等席はなんとなくここだね。まあでも人間はここに来るよね、大体。うん。で、この何人が、何人いて、じゃあこの席に並ぶとなったときに何通りありますか？購入しですね。7人がここに来て並ぶ何通りか。筑紫大さん分かる？報告？間もなく文化祭だけど、はい、どうなる？49通り。どうやって作った49通り？缶。じゃあその缶は危険なので、じゃあ一応これ考えましょう。考えたら、じゃあそこ決めに行くよ。ここは何通り来るかな。そうだね、7通りだね。ここは6。ここは、あ、すでに49通り超えました。はい、ここは4。ここは3。はい、ここははい1やね。っていうのは、で、これはかけますよね。樹形図ですよね。ですよね。したらこれは答えは結局何ですか。さっき習った分使うと7解乗となります。で、もしくは 7P7 と書きます。これが答えです。49じゃありませんでした。いいですね。これはよろしいですね。わかりました。まあこうやって1列に並ぶときはこうなる。じゃ次ですね、何かの間違いで10人来てしまいました。でも席は7つしかありません。したら、はい、何通りでしょう。10、9、8、7、5、4ってことですね。したらこれは P で表すとどうなります。はい、10P7 ということになります。よろしいですね。いいですね。じゃあ次ですね、実は今度演劇はガラスの仮面みたいですね。ちょっと違うと。これは普通の劇場ですよね。いいですね。実は円形になっていた。ここでみんなやって、これを取り囲むように7つ、1、2、3、4、5、6、7、すみません、適当でございますが7つ席がありました。何通りでしょう。席は7階上。なるほど。じゃあちょっとそれやってみましょう。したら、ここが A さんが来たとしましょう。B さんが来たとしましょう。で、君、C、D、E、F、G としましょう。これはあなたの言った7階上の中に入ってますよね。この並び方は7階上のうちの1通りですよね。わかりますよね。7B7 の1通りでございます。じゃあそこでちょっと赤を書きます。ここに A が来ました。ここに B が来ました。C、D、E、F、G と来ました。これもこの7階上の中に入ってますよね。入ってますよね。でもこの赤と青は同じですよね。同じに見えません？ですよね。そしたら被りが、要するにこの赤と青は同じだから2で割らないからね。カウント倍だから半分じゃないからね。したらもううすうす分かってきたと思うけど、こっから始める、こっから始める、こっから始める ABCD、 こっから始める ABC、 こっから ABC、 こっから ABCD、 こっから ABCD って言って、1、2、3、4、5、6、7個同じものはない。7倍あるでしょ。だからこれって7で割らないとダメでしょ。一つの並び方が7個ありません？だから7で割らないといけません。だから円に並んだときは
どこが先頭か分からない。これの場合はここが先頭って分かってるけど、こっちの場合は先頭が7箇所あるですね。ちょっとこれガチャガチャになってるんですけど、まあ早い話が1、2、3、4、5、6、7、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番と7箇所からスタートするから、1から始まる ABCD、 2から始まる ABCD、 3からって ABCD って ABCD が7倍できるから、違うやつも7倍全部あるはずよね。だからこれは正しいんだけど、1列に並べたのを先頭の分だけ割ってるんです。でこれはですね、どうするかなんですが、7、6、5、4、3、2、1ですから、でこれ7で割りますから、これ約分できますから、結局これは6解除になりますね。まあ 6P6 になります。6解除ですね。だから円順列の時は特に 7-1 解除とこういうふうにしますですね。じゃあ、ここでちょっと、じゃあこの席がちょっと奮発しまして 1、2、3、4、5、6、7、8個あったとします。で8人いました。そしたらどの並び方は、まあ分かってくれると 8-1 解除、もしくはまあ7解除、もしくは8解除を8で割る、こういうふうなことになります。よしですね。じゃあそこで応用です。あ、ついてきてる、ね、うん、じゃあまたいつものパターンでこれですけど、10人来てしまいました。どうしたらいい。10人来てしまいました。何通りありますか。困るでしょ。どうする。東か。あら C ですか。あらじゃあ君と考えようか。君はもう7だからね。ちょっとすいません、7のやつを考えますので、ちょっとこれ消します。5回読みますからね。1、2、3、4、5、6、7となったときに、じゃあここにしましょう。ここは何通りですか。ああ、そうですね。じゃあここ何通り ?10 人来たら、ここ何通り表です。10なんですね。ここは9ね。ここは8、はい。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 4なんですね。まあ言うまでもなく 10P7 でございますね。これはね 10P7 ですね。ただスタートが何箇所あるんですか、うん、だから7倍かぶりがあるかもってことです。わかります。要するにここは1列で並べた時のことを出すんです。でこれはスタートですね。また入らなくなったかな。まあいいや、はい、こうなります。よろしいですか。だから、やっぱりスタートで割るって覚えとった方がいいかもしれませんね。ダブリがあるのが7箇所スタートができるでしょ。これ切れるでしょ。だから列に並べたやつを、まあだから最初列に並べる。だから 10P7 でしょ。列に並べると。で、あとを1からスタートするか、2から3から4から5から6から7からスタートするかってことになるから。まあちょっとあまりそれ難しく言うとよくないんで、これが一番分かりやすいですね。いいですね。こうなってスタートが7箇所あるんで、なんとかというふうになります。分かりましたか。じゃあメモります。そろそろ